リアム・マシュー・リジウェルは、イギリス・ロンドン出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはディフェンダーで、主にセンターバック、左サイドバックを務める。アストンビラ FC ユース出身。2007から08シーズンにより、アストンビラのライバル、バーミンガムシティ FC に移籍。バーミンガムが、プレミアリーグから降格した2012年まで席を置いた。 2012年1月31日に、ウエストブロムウィッチアルビオン FC へ移籍。ウエストブロム移籍後は主に左サイドバックを務めている。2014年6月25日、ポートランドティンバーズに移籍した。2015年1月8日、ウィガンアスレティックにレンタル移籍した。2016年1月2日、ブライトンホーブアルビオンにレンタル移籍した。 2019年1月31日、ハルシティ AFC に加入した。2019年8月9日、サウスエンドユナイテッド FC に加入した。2012年12月2日、友人に向けたジョークのつもりで撮影した20本土冊で、お尻を拭く画像が3紙に掲載された。多くの非難を受けた、リジュエルはすぐさま謝罪したが、騒動直後の8日アーセナル戦では、 前半6分で不傷退場と無謀な一週間になった。ありがとうございます。